どうも皆さん、こんばんは、空でございます。今回は針の話ね。まあ、検証です、今回は。今までネコリグ、スナックレスネコリグ、これね。みんな大好きスナックレスネコリグか知らんけど、まあ、みんな大好きスナックレスネコリグね。こいつ、今まで僕はあんまり使ってこなかったんですよ。理由としては、僕スナックレスネコリグ大嫌いだからなんだけど、なんで嫌いかって言われた時に、まず第一に、このフックがね、こういう風に固定されてるでしょ？固定されてるから、この部分って、ここね、指で押さえてる。はい。ワーム動かないです。だからね、変な感じになるでしょ？シチューブとかだったら、チョンガキとかだったらね、こういう風に、ワーム全体がこうグネグネ動くのに、スナックレスネコリグにすると、ここの部分が動かないじゃん。それが好きじゃないっていうのが一つあった。あと、バランスが良くない。なんか横倒しになったりとかね、変な姿勢になって泳いできやすいし、っていうのと、あとね、このガード力、確かにガード力は高いんだけど、あくまでもこのガード力ってワームに依存してるから、例えばワームがこういう風にちぎれたりしたら、針先が出たりしたら、まあ、引っかかるよね。ガード付きのマス針だったら、ガードに依存してるから、ガード力が。だから、ワームがぐずっても多少、全然問題なく、引っかからないんだけど、スナックレスネコリグってそういうのがあってね、あんま好きじゃないっていうのがあって、まあ、使ってこなかったんだけど、ちょっとスナックレスネコリグを見直そうかなと思って。で、一番最初に見直そうって思ったのが、この針。今は NSS フックを使ってます。まあ、俺がそのスナックレスネコリグやり始めた時っていうのは、これぐらいしか針がなかったんだけど、だからまあ、これ使ってみて、あーってなったから、もうそれ以来全然アップデートしてないんだけど、まあ、あれから何年も時が経ち、いろんなメーカーから針が出てきましたということで、今回はね、新しい針を使っていこうかなと思います。コメントであったんですよ。この針いいよって言われて、まあ、俺ね、これこれいいよって言われても、じゃあ何がいいのっていうのが分かんないとか、そういうんじゃないとね、使わないんですけど、今からね、使う針ってのが、まあ、何々がいいよって言われたわけじゃないんだけど、ちょっとパッと見た感じで、あ、確かにいいかもしれんって思って、今回ね、導入してみたんですよ。で、それがこれ、スーペリオ CN フックというやつです。これはちょっとね、まだいいかどうかわかんないので、全サイズ買っちゃったよ。買ってきたわけなんですけど、まあ、これがなんかいいかもしれんと思って、今回使ってみようかなって思ってます。どのサイズがいいかな。これはちっちゃいか。1番だな。マジか。マグナのサンプで1番か。1番ぐらいだね。はい、これね。この形状。この変な形状ですけど。これどうなんでしょうね。いや、いわゆるオフセットタイプに近い形状をしてる針なんだけど、僕はあんまりオフセットタイプのね、マス針っていうか、ネコリグ用の針ってあんま好きじゃないんですよ。理由としては、さっき固定される部分が増えるって言ったじゃん。スナックレスネコリグだと。で、それがオフセットタイプだと、より固定される部分が増えちゃって、それがあんまり個人的に好きじゃないというのがあるんですよね。まあ、なんで今までその NSS フックを使ってた部分もあるんです。NSS フックはネコリグとしてはね、固定してる部分が多くなっちゃうんだけど、スナックレスネコリグとしては短い方なんでね、マシなんですけど、NSS フックだとね、特に何があれって言ったら、とにかく針先がね、こんな風にね、飛び出やすいんですよね。特にワームぐずった時とか。飛び出ないにせよ、こういう風に針先がバッて出る。出やすい。もうこれですげえ引っかかるなーってなって、嫌だったんだけど、かかりはいいんだけどね。かかりは。そこでこれ使ってる部分あったからね。ご存知の通り、僕は刺さる針よりかかる針の方が好きで、NSS フックってこんな風にめちゃくちゃしっかりかかるんですよ。これいいなーっていうのがあって、ずっと使ってたんだけど、あまりにも引っかかる。ちょっと感化できない。まあ、引っかかるっていうか、針先が出やすい。常に新品のワームを使わないと話にならんレベルだったんだけど、さすがに感化できねえやっていうことで、今回はこのタイプを使います。オフセットタイプなんで、針先を埋められるっていう期待があって、これを使おうかなと思ってます。で、おまけにこの CN フックはチューブとの併用が可能ということで、それもやっていきましょう。で、この形状ね、オフセットでもないし、普通のマス針形状でもないし、これさ、針かかるんかいなって思うんだけど、どうなんだろう。あー、でもこれ刺さり系の針だね。まあ、NSS フックに比べたらね、そりゃそうでしょって感じはするけど。
刺さり系の、うん、刺さり系の針だわ。ただでも一応ねある程度ギャップはあるから、だから NSS フックってストレートフックとほぼ一緒なんです。いやストレートフック以上にかかる針なんで、あれに比べたらそらねって感じはするけど、ただねやっぱ針先がラインアイの方向を向いてなくて若干こう外向きなんで、まあ、かかり気味の針なのかなとは思う。 NSS フックほどではないんですよ。 DAS オフセットぐらいのかかり感はあるんじゃないかなという期待あるかもしれません。それを今回検証していこうかなと思ってるわけなんですよ。まあそれ以上に針先が出ないとか根がからないよね、あとワームが崩らないとか、ここは大事だけど、多分それはもう見た目でわかることなんで、多分その見た目でわかる部分でいいじゃんと思ってこれちょっと導入したんですよ。でも見た目でわかんない部分、もしくは想像と違う部分、針がかかるかどうかねっていう部分を今回検証できたらなーって思ってるんですけどね。やっぱこの固定する部分は長いけど、オフセットタイプのフックにしては短いかな、うん、はい。でこういう風に収縮チューブと併用が可能ということで、まあ NSS フックもね併用しようと思えばできるけど、で本当は今日はね検証だから数知りたいんですよ。どんだけかかるのかっていう、ちゃんと刺さるんかっていう部分をいきなり食ったけどちっちゃすぎるな。ちゃんと刺さるんかっていうのを知りたいからさ、とにかく釣りたいよね。でかいのが釣れたらなおいいけど、あちょっと待って待って、お前はさすがにちっちゃい、針とか関係なくちっさすぎる。さあどうかな、まあ、スナックレスネコリグなんで、まあ、こういう障害物はお手のもんでしょ。あバス行ったね、食ったけどちっちゃすぎるな。いやお前は針関係ないわ針関係なくかからんと思うわ。ワーム食い切ってないもんね。あ小バスいっぱいいるけどな、ワームがでかすぎるなあーもう針の検証ならスピニングでとかでやればよかったかな。すげえちっちゃい針で、あちっちゃいワームで食った食った。いやーお前ねさすがにちっちゃすぎるよな。食ったけどさ、ほら口の中入ってないもんワームが。おでかいでかいでかい、あれはでかい、あれはでかい、あれはでかいよ。うわでかいのいた、でかいのいた、うわお前じゃねえ、でかいのは食わんのかいでかいのいたやんけ。そんな簡単じゃねえか、そんな都合よくあのサイズが食ってくるわけじゃないか。おお食った。お前は乗るか、乗らんねえ、さすがにちっちゃいわ。ワームのサイズ下げればよかった、口の中に入ってないぞ。あーほら抜けるよね当然。でかいのもう、うわほらだってマグナムスワンプクローラーの方がでかいバスしかいないんだけどさ、見えてる範囲はね、まあ、でかいのもいたからさっき。でそのでかいのどうやって釣るのって話なだけで、あでかいでかいでかい、ちょね、おいおいおい、寝かかった、ちょっと焦って、うわちょ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 、どこ行った、どこ行った、あれか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 、多分あれ、うわでも食う感じではない、あーダメか、あーでかいの見っけて焦っちゃって寝かかっちゃって、ちょ検証にならん魚のサイズが小さすぎて検証にならんわ。でかいの狙おう、数釣ろうって思ったけど、いっぱいいる魚が軒並み10センチぐらいだからダメだ、検証にならんわ。あいつ釣るの難しいな、多分外からやった方がいいかもしれない。あれ多分スピナメサイトの方が釣れるんだろうなって思ってますけどね。あ食った、あーちっちゃいな、やっぱり絶対ちっちゃい、乗らんすぎるもん。いやー検証にならんな、
ラインが少ねえな。だけどこれも多分ちっちゃいな。あ、食った食った。まあ、今日の感じからすると、キセギワよりも、オキメかもしれないけどね。オキメ、あれなんだ。オキメをやろうかなって思うんだけど。そうなると、あそこじゃね、あ、でも届くかな。届くってか、ライン足りるかな。足りんわ。対岸のところかなって思ったけど。ライン足らんかったわ。じゃあしゃあね。外側をやっていきましょう。これはどうだ？これなんか重そうだね。よし、あ、やべ、巻かれてる。ん、でかいのか、巻かれてんのか。わからん。あ、両方両方。よしよしよし。あー、バレた。巻かれてた。いやー、さすがにバレたか。すげえ巻かれてた。全然腹筋が決まらんかったわ。いやー、もったいね、でかかったのに。めっちゃギギギギ言ってたね。ああ、惜しかった。腹筋決まってなかったもんね。今のは何でもバレたと思うわ。しゃあない。でかかった。いや、でも外だ。ああ、間違いなく。岸際じゃなくて外。もうワンチャンぐらいあるやろ。じゃあ、角に行きましたけど。まあ、ここならおるでしょうということで、丁寧にやっていきましょう。絶対おる。食うかはわからん。贅沢は言わんや、今日は。20センチでいい。10センチは勘弁してほしいな。ああ、でも、反応がないね。さあ、中に入れちゃいましたよ、カバーの。いや、でも引っかからない。まあ、それはスナックレスネコリグですから。引っかかんないでしょうと。問題かかるんかっていう話ね。引っかからんのは見りゃわかるよ。魚にもかからんかったら意味ないからね。障害物にかからず、魚にかかる。これ以上ない。それがベストやからね。両方置かなかったら意味ねえから。それならまだ NSS フックの方がいいわ。いや、しかし釣れんな。もっと釣れるとこ行けばよかったかな。魚もおらんね。さあ、スナックレスネコリグみたいに、こういう中に入れていく。取れるかな。まあでも引っかからんのは当たり前やけど、マジで引っかからんね。ダメだ、おらん。あ、ライン流して。ダメやねー。あっちだけかなー。ギルの量も全然おらんもんね。あっちね、水悪い、水悪いっていうか、なんか表層水面泡立ってんじゃん。だからあそこに吹き溜まりができる感じなんだろうね。その吹き溜まったものにギルが集まって、そのギルにバスが集まってるのかもしれん。かもしれんです。いや、だってギルの姿全然見えないもん。
こっちはいんの？本当に同じ池か。っていうぐらいおらんが、で当たりもないしね。10センチの当たりもないわ。だから。あと一等して移動しましょうか。お、これ魚かな。よっしゃ、一等していたわ。そう、ブレークだけやろうかなと思って、ブレークに乗ったね。オッケーオッケー。あ、めちゃくちゃでけえのいるやん。釣れてる魚そんな大きくないけど、めっちゃでかいのいた。よし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 、オッケー、いいね、ちゃんと刺さったよ。うん、オッケー、このサイズでもかかりましたね。いや、あのね、さっきの場所の方がギルいっぱいいるから餌もいっぱいあって、それで魚も集まるんだろうなとは思ったけど、逆に地形的にはこっちもいいから、餌食うやつはいないにせよ、居ついてるやつとかはいいんじゃねえかなって思ってさ。あ、あれ、それでちょっとあと一頭、そのこういう目に見えるところじゃなくて、浅いところじゃなくて、一段押し込んでるブレークらへんをね、やって終わろうって思って、やったら一発やったわ。で、今釣れた魚の後ろから、倍ぐらいの、倍は言い過ぎか？でも 1.7 倍ぐらいの魚が追っかけてきてた。もっとでかいのがいるわ。あ、でかいの釣りたがってる。そりゃそうや、でかいのおるって分かった。でかいの釣りたいわ。針の検証やったね。あ、また食った。ブレイクや。ブレイクなんや。よし。オッケー。あ、今度は大きいか。さっきの魚か。あ、でかい方の魚かもしれん。よし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 。いた魚、いた魚。後ろからついてきたでかい魚やと思う、多分。サイズ感的にそうや。でかいでかいでかい。うおい。おおっと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 、よしよしよ、こい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 、よっしゃ、素晴らしい。めっちゃ奥にかかってんじゃん。めちゃくちゃ奥にかかってますって。刺さり針じゃないね、やっぱりこれは。やや刺さりかなと思ったけど、 NSS フックに比べたら刺さりのだけで、ゴリゴリにかけ針でしたわ。いいじゃん、めっちゃかかるし。ワームの端っこだけ噛んでたらさすがに無理やけど、よしよしよし、でかい魚やったね。綺麗だね、口が。うん、ブレイクの方やった。浅い方にギルとかいないからさ、全然。あ、いた、一匹見えた。でも一匹とかだから、だからフィーディングとかで上がってるやつはいない感じなんだろうね。で、やっぱりこういうとこやりたくなるけど、なんもねえし、バスもいねえ、ギルもいねえし、微妙感あってさ。じゃあもう目に見えない方だなって言って、ブレイクの方やりました。2連発です。あんまりね、普段ブレイクやっても釣れないんだけどね、やっぱ浅いとこに魚の方がいるからさ、まあ無理かなって思ったけど、今日はブレイクや、ブレイクですわ。ブレイクのいいところはね、魚の供給があるからさ、っていう意味でストック量がもっとあると思う。でもまあ今は2匹だけかなとは思うけどね、見えた魚が2匹だけだったんでかなとは思うけどですね。ワームがぐずらない、まあ多少ぐずってるけど、このぐらいのぐずり感なら全然問題ないし、何より針先が出ねえ、素晴らしいな、いいじゃん。唯一懸念だったのが、この形状、あの変な形のね、この形の針なんかないじゃん。オフセットでもないし、ストレートでもないし、これ刺さるんかいって思ったけど、刺さるわ。めちゃくちゃ刺さるし、あ、刺さるだけだったらダメなんだよ。ちゃんとかかる針じゃないと。そこが懸念やったけど、バチバチにかかるな。まあ、オフセットでいうところのインフィニとか、DS オフセットとか、
そんなレベルだと思うわ。かかり感で言ったら NSS フックはもうドかかり針だからオフセットレベルじゃないからね。あれはもうストレートフックレベルだから、まあ、ある意味かかり特化なんだけど、その特化のせいで針先は固定できないっていうか出やすいっていう、すごいストレスフルな部分があったんだよな。っていう意味でなんか前回もね、なんか釣ったじゃん、スナックですね、これちょいちょいブータレットでしょ、なんだよこれよみたいなそういうとこなんよ。でもこれいいな、針先も出ないし糸もよれないし、水ベルついてるから。で心配してたかかりはどうなんだ、むしろいいいいじゃん、まあ、唯一ね、やっぱり長いから背骨みたいなのができちゃう部分がね増えちゃうんだけど、そこはしょうがないか。それも他のオフセットタイプの針に比べたら全然マシだしね。でセッティングも簡単なんよな、言うてな、 NSS フックと同じセッティングでやれる。だからオフセットタイプのネコリグフックってなんか面倒いのあるじゃん、こう一回こう差し込んでからまたこうな差し直してみたいな、なんでそんな面倒くさいのって思ったけどね。それもあってね、やっぱりオフセットタイプのマスバレ使うな思ってて、すげえいいとこドリップですね。コメントめちゃくちゃおすすめって書いてたから、そういうコメントを見てもあっそうってしか思わないんだけど、絶対一回は調べるんよ、どんなんなんだろうって。一回調べた上で、あやっぱり微妙だなって思ってスルーしちゃうことの方が多いんだけどさ、今回はその見た目がおって思ったからさ、気になってさ、でちょっと調べて検証まで来ました。いいですねやっぱ俺の前に黒いはなかったぜいやいいんじゃねえかなって思ったんだよな。じゃなかったらいきなり4パケ5パケ買わないよね全サイズいいでしょこれって思って、まあ、セオライズしかりね。これはスナックですね、これが好きになれるな。背骨部分は増えちゃうけど、あこの背骨部分があって釣れなそうなんて思ってるのは人間だけだからなそしたらオフセット服なんか使えんしな、ただなんか嫌だなって思うだけで。いやいいな、やっぱ後発のものの方がいいね。ちゃんとその欠点っていうか、多分 NSS フックはあれはあれでああいうのがいいで作ってるからなんだろうけど、特徴尖りすぎててやっぱ使いづらさ目立ったもんね。その使いづらさを享受してもメリットを生かしたいっていうんならいいけどね、ちょっと享受できんかった。多分あの2匹だけか、厳しいね。じゃああと1頭だけ。